の御演舞でございます。尾張三十の竜とは、双子の城信行、明暦元年、尾張藩馬回り役、津田太郎左衛門友信の父と指定され、幼い頃から諸藩の武術を学び、特に槍術を好んだ。槍術はまず伊藤流、さらに尾張佐振流を学び、その奥伝を得た。自然として横手長短、新人眼の九段に活気の妙あることを知り、新しく一派を立て貫流と称した。貫流の槍は長さ 3.6 メートルの二間槍、これに管を通して用いる。槍先は管を有効に使い、敵の手品の崩れを見逃さず、打線を描いて素早く繰り出し繰り引くことにある。第一会場は連流の御演舞でした。第一会場は無双直伝栄心流居合術、無双直伝栄心流居合術の御演舞でございます。無双直伝栄心流居合術。足利時代の末期、奥州の住人林崎仁助重信という侍が、山形県立岡在の林崎明神に祈願し、抜刀の聖名を得て林崎神殿流、神殿重心流と唱えました。七代目の長谷川力之助栄心はその技古今に貫徹し、聖名真偽をもって始祖以来の達人として、古典の技に独創の技を加え、武装直伝栄心流と改めました。山口久夫先生から音の絵哲郎先生へと継承されております。第2会場は柳生新陰流の演舞でございます。幕末の尾張柳生宗家、柳生俊親先生から神戸金七先生に受け継がれた江戸武士の刀法を伝える源州伝新陰流です。現在の継承者は名古屋春風館の加藤勲館長です。加藤館長は尾張貫流槍術の8代継承者でもあります。
第一会場は無限神無双直伝栄神流居合術無双直伝気楽流柔術。柔祖は戸田越後守、長年前田家に仕え、野と末盛の合戦には利家に従い、その軍功により13,670石を賜り、後に名人越後と言われた戸田流の